皆さんこんにちは。イッポロのレトロな趣味部屋ということでですね、今回もやってまいりました、駄菓子屋引き物系第6弾でございます。はい、今回はですね、この間こちらびっくりマン引き物をしましたけども、こちらびっくりマン引き物でかなりの大敗をしました。なぜか表紙のシールと入ってる中のヘッドが被るというね、悲惨な状況に終わりました。もしかしたらこの表紙にあるシールがこう中に入ってるヘッドを示唆している可能性もあるんですが、その検証も踏まえてですね、まあビックリマンシール、ビックリマンシールとしては第2弾ですけども、引き物としては計6弾目になります。こちらのこれ結構大金をはたいて買いました。こちらを開封したいと思います。さあ、ヤマト爆心が、表紙のヤマト爆心が入っているのか、それとも違うヘッドが入っているのか、早速行ってみましょう。はい、まずは1枚目からいきます。あーですよね、1枚目からヘッドが出るなんてことはまあありえないでしょう。さあ次は行きます。どんどん、はい、また悪魔ですね。まあこんな感じでしょう、初めは。はい、3枚目。よっ、当たり、当たりが出ました。じゃっ、悪魔かい、もっといいのあるでしょうよ。はい、いましたね、こういうやつ。はい、アンクマユーいましたね。はい、お守り、ちょっとボケてますよね、色が。さすがに。はい、でも当たりです、悪魔ですが当たりました。ちょっと悪魔多いですね。ねえか、これ。悪魔がだいぶ先行してます。あーっと、守り、やばい。あー、でも当たりです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 かなり悪魔が多いです。前の悪夢、再びか。前回の悪夢が再びか。説明しよう。前回の悪夢とは、35枚のうち悪魔が17枚も引かれた大惨敗のことである。
うわーきつい。きつい。いやこれはちょっと前よりもきつい。ここで前回の悪魔17枚はすでに超えております。まさかりテクノジョ坂本助勢い余ってしまいました。こんなもん検証も詰まるかー。ヘッドでヘアないかー。なんでねー。悪魔界からも強力なヘッドが。ヘッドでー。